こんにちは。今日も頑張って走っていきたいと思います。今日はね、月曜日です。先ほどレッスンが終わりまして、15分ほど休憩しましたので、ただいま12時半ぐらいですかね。でこれから、ちょっと走りまして、いつものサーキットトレーニングをやって、まあ、用事済ませるような感じでジュニア連を迎えるということですね。今日はめちゃくちゃいい天気です。朝と夜はちょっと冷えるなと思うんですけども、それ以上に昼間がねあったかいんで、すごいいい季節やなというふうに思います。まあそんな中をゆっくりねぼちぼち走っていくんですけども、今日は月曜日、だいたいハードワーカーがプライベートレッスンをやる予定なんですけど、今日は来てないかもしれませんね。来た。これ今ハードワーカーが来ました。お客さんと一緒に多分これから走るんじゃないかなと思うんですけど、ということで走っていきたいと思います。今日はちょっと遅めですね。でこれから多分走ると思うんですけども、まあ、その前にね先を越されないように頑張って走りたいなと思います。今日は朝からキリさんがまた7時ぐらいに来て、何を思ったのか珍しくランニングしてました。で昨日ですね、もう朝7時45分からのレッスンが結構まあハードで、最初の30分はハードワーカーとキリさんがまた自主練に来てたんでラリー任せまして、で8時半から、まあ、ゲームをやったんですけども、4ゲーム選手を何セットやったか3セットをやりまして、でその後、中級レッスンとそれから初中級レッスンを連続でやりまして、で昼一はアルバイトの方が来てくれてたんで、まあ、そこを任してちょっと1時間だけ休憩させてもらってから、キリさんがねなんかどうしても練習してほしいみたいな顔してたんで、ちょっとやるかということで練習をしました。ヒッティングはだいたい10分ぐらいで、残りの50分はポイント練習をやりまして、まあだいたい同点ぐらいですかね。あれゲームじゃなくて4ポイント交代をやったんですけども、お互いゲームを、取ったり取られたりすることもなく、まあ40-15には何回かあったんですけども、だいたい30オールとか、だからゲームにつながったっていうのはあまりないんですけども、まあだいたい同ポイントぐらいで終わったんじゃないかなというふうに思います。でそれやったらもう体がボロボロになってしまいまして、肩は痛いわ、足腰もなんか痛くなってきて、今日の朝一のレッスン結構大変でしたね。走れないんで、走れないというか走るんですけどもう足が重たくて、だからやっぱこうトップ選手たちが試合を連戦する体力ってもう化け物やと思うんですよね。あの激しいラリーを3セットとか5セットやって、でその大会終わったなと思ったらまた違うツアーの大会に出て、どんだけ体力あるんっていうね。ですから相当やっぱこう体力をつけて大会に臨まないと、やっぱりこう連続して試合に出ることとか
戦績を積み重ねていかないといけないんで、一発勝負はできないんで、やっぱこう若い時にジュニアから、大学生というかプロになるにつれてちょっと追い込んでおかないといけないなと、基礎体力のレベルをとにかく上げておかないとこれは無理やなと思いますよね。でもなんかこう、またこれ言ったら何言ってんねんみたいになると思うんですけども、全員じゃないんですけども、見てたらなんか海外遠征をただ楽しんでやってるだけみたいな感じに見えちゃうんですよね。なんか死に物狂いでやってるっていう感じではないような、雰囲気ですよね。ですから、まあ、この頃は一体どうなるのかなっていう、結局海外遠征行きまくって、まあ、ある程度の結果しか出なくて大学進学みたいな感じになったら何のために遠征してたんやっていうなっちゃうと思うんですよね。で結局やっぱ周りに流されることが多いんで、遊んだりしながら結局普通に大学生活を送って、でまあ実業団入るみたいな流れになるんじゃないかなという。でやっぱり早いうちにプロの空間に入った方が絶対成績は残せると思うというね、これまでのやっぱ事例とか実績見ても圧倒的に、高校上がりからプロ活動してる方が、グランドスラムに近いというか、グランドスラム出場も可能にしてきたとですね。で今回の全日本選手権で、まあ、いろんな選手が引退を表明していると、まあ、女子も男子も、特に男子は、まあ、添田剛さんとか、まあ、伊藤達馬とか、あの辺もなんか引退するっぽいの、なんか発言があったかみたいですけども、まあそんな年になったんですね。なかなか、まあ、この間話した事業継承のことについてもそうですけども、次の選手がなんか育ってないような感じですよね。錦織君の代、まあ、伊藤達馬の代は結構選手がたくさんいて、でその中でも、まあ、伊藤達馬は頑張って、杉田君も、まあ、半分早稲田大学入って半分プロ活動みたいなことをしてましたね。あとは大体大学進学したんで、まあね、前後2年3年はほぼ大学進学で、プロに行ったのは伊藤とか添田君とか森谷君とかですよね。いろいろ考えてもやっぱり大学に行くよりはもう本当にプロを目指してグランドスラム目指すんだったら間違いなく高校からプロ活動していった方が可能性は十分あるということですよね。まあ、大学でも監督たちが大学からでも、プログランドスラム目指せるという監督もいるんですけども、やっぱ遊びというかね、無駄な時間が多いんで、だからそう考えると効率的にグランドスラムを目指すなら早いうちがいいなというのが今の正解じゃないかなというふうに思うんですよね。ですからまあそれが違うというなら、慶応とか早稲田卒の、まあ、いろんな選手が今プロ活動やってますけども、その選手たちがどれだけ結果残せるかっていうのが、まあ、ネックになってくるということですね。今日はもう本当にこれ足腰がやばい。まあこれでまた休憩しちゃうとね、体が強くならないんで、まあ、こうやってこうしんどいなと思うときにいかにちょっとでもいいから、もしくはいつも通り
もう少し負担をかけるとかしながらですね、強くするというのが強化なんで、今やってる練習はみんなちょっと考えた方がいいと思うんですよね。維持練習とか調整練習の延長上にな、まあ、ちょっとこうしんどいなみたいな感じだと思うんですよね。だからしんどいから強化じゃないんですけども、ある程度やっぱりこう、楽しいとか、嬉しいとか、そういう次元を超えていかないといけないと思うんですよね。そういう感覚でプロになりたいという気持ちというのは、やっぱり化け物相手にしていくわけですから、そう簡単には勝てないと思うんですよね。だから嬉しいとか楽しいとかの次元を超える、強化練習、まあ、それをいかに続けてできるか、そして遠征に行ったとしても、その遠征が最終的な目標じゃないのは分かってるんで、サボらずに同じような毎日をね、試合しながら続けていけるか、で最終的に25から30の間に、まあ、グランドスラムの本戦に出場していくかということがやっぱ大事なんで、まあ、そこまで見据えて、考えてやってる選手が何人いるかということが、まあ、今後の日本のテニス界を、まあ、こう、まあ、引っ張っていける選手になるかなれないかの、まあ、基準になってくると思うんで、まあ頑張ってほしいなと思いますね。今頑張ってるジュニアたちね、なんか遠征を楽しんでいるようにしか見えないんですよね。確かに楽しまないといけないんですけども、それはそういう楽しいじゃなくて、努力しているという感覚がなくなるような楽しさってあると思うんですよ。だから一時努力はしなくていい、するもんじゃないっていう、まあ、キーワードが一時出回ったんですけども、まあ、それは努力してるということが努力じゃないなく感じてるということですよね。まあ、そこまで達すればいいと思うんですけど、なかなかねそれが難しいんですよね。やっぱこう後押ししてくれるチームがないと、自分一人ではやっぱり限界がある、その追い込み度も全然違うと思うんで、許しちゃうんですよね、甘えちゃうんで自分は。ですからそうならないようにチームがいるっていうことですよね。よし、だから今日もあちこち痛い中、こうやって毎日ね続けてやってること、今日も断念せずにやってるんで、なんとかいろんなことにねつなげていきたいなと思います。で昨日、まあ、継続してることといえば部活支援ね、昨日はちょっと富田林とは違うんですけども、近くの上宮大使の男子テニス部高校生が何名ぐらいですか、10人ぐらい来てくれて練習しました。で帰り際もまた練習来てくださいって言ったら、まあ先生が本当に助かりますということでまた来てくれると思うんですけども、まあ、昨日動画を撮影してたみたいで、それ見たらみんな楽しそうで頑張ってましたね。であの楽しいっていう雰囲気と、そのさっき言ったそのグランドスラムが楽しいというか、目指すのが楽しいというのはちょっと違うという、でも今は、温厚としてもらうことが楽しいなと思ってもらえたり、まあ、自分たちで練習できるメニューを提供したりするっていう、それが部活支援の目標でもあるんで、まあ、昨日はそれがねしっかりできたんじゃないかなと思います。担当は、ハードワーカーだったんですけども、きっちりやってくれたみたいで、また多分
ベアテニスかなんかで流れるんじゃないかなと思うんですね。まあ、それ見つけたらまたホームページのブログに貼り付けたいなと思います。今ですね、後ろにこのハードワーカーたちが来ました、ね、走ってます。でこれから多分走り終えてオンコートしていくと思うんですけど、こんにちは、ファイト。頑張ってます。じゃあ、ということで今日のパワースポットもすごい感じですね。まあみんなキリさんも走り出しましたし、ああやってねゲストも走り出しましたし、みんな何かに向けて取り組んでるワック、今んとこいい感じだと思います。ということで今日もこれからまた戻ってね、サーキットトレーニングしていきたいと思います。明日は測定日ですね。まあどうなってるか、でもちょっと気抜いてお菓子を食べてしまってましたんで、まああんまり変わってないんじゃないかなと思います。だからもうすぐ11月ですから、11月になったらもうあと2つね、ちょっと筋トレを増やして、継続1ヶ月まず継続させたいなと思います。よっしゃ、やっぱこうずっと試合やってなかったら練習で入るショットが試合の中で出てこないんですよね。昨日もだいぶイライラしながらやってました。現役の時は入ったのになみたいな、過去のなんかそんなんばっかり考えながらやってて、それは全然練習もしてないし試合もしてないんで入らないのは当たり前なんですけどね。イラつきをそこにぶつけてしまいまして、ですから、でもあの気になるこれ入ったらよかったのになっていうショットが5つありまして、その5つは現役の時は入ってたのにという5つなんですけども、それが入るにはやっぱちょっとこう練習したら入るんちゃうかなっていう感じですよね。だから今キリさんも、まあ、堺市オープン優勝目指して頑張ってるんですけども、やっぱこういろいろ考えてやりだすと時間が足りないと思うんですよね。ですから遊ぶ暇なんてないはずなんですけども、まあある一部のプロたちは結構遊びが多いと聞きますよね。まあ前からそんなんばっかり言ってるんですけども、まあこれでももし、まあ、そういうメンバーたちがねグランドスラム行けりゃいいんですけど、なかなか行ってないんで、多分言ってることはそんな間違ってないのかなと思いますよね。だから今後まあ添田君とか伊藤達馬とかが引退して何するのかちょっとわからないんですけども、まあ彼らこそ、本当はねああしたらいいこうしたらいいという指導していけばいいと思うんですけども、どうなんやろな、指導できるかな、意外と自分の習ってきたことを覚えてないし、自分の感覚をこう伝える力ってなかったりするんで、うお、こんなあったかいんでスズメバチがまたうよいよしてるんだ、ここ虫がやっぱりいろいろ出てきてますよね、あったかいから。よっしゃ。
今日も無事にグダグダと喋りながらランニングが終わりました。でこれからサーキットトレーニングね、これが結構やる前に勇気がいるんですよ。そんなにしんどくないんですけど、微妙にちょっとこうハーハー言うんで、やる前にちょっとこう勇気がいるんですよね。で始まって1セット終わるともうね、あと終わりが見えてくるんで、そんなに苦痛ではないんですけども、よし、その時はこう気分がいいんですけども、その終わりがね大変なんで、ほんまにもう昨日は帰りやばかったです。ちょっとこうセンターで1時間ぐらいこうストレッチして帰ったというね、それぐらいこう疲労がたまるんで、次は多分木曜日ね、ちょっと練習しようかなと思います。試合とか出ないんですけど、ちょっとやってみようかなと思ってます。何しとかな、キリさんは。何しよう。最近それ系多いな。はい。なんで？食欲ないんで。食欲なし。はい。疲れてんのか。いや、疲れてないです。疲れてない。はい。疲れてないです。昨日あんな気だったのに。はい。まだ元気です。舐められてる。激しかったのに。そう、こっちだけか、消耗したのは。ということで、キリスさんまだまだ余裕みたいなんで。負けないように頑張りたいと思います。それではこれからサーキットトレーニング頑張ります。